さて、ご覧になっている方々が今一番気になっていること、大学三大駅伝の一つ出雲駅伝についてではないでしょうか。今回原監督がこちらに来られなかったのは、その試合に向けての合宿中のためです。原監督から皆さんに向けての発表があります。ただいま原監督は妙高高原合宿最終日を迎えております。出雲駅伝まであと数週間となってまいりました。皆さん作戦名聞きたいでしょ。今年は早めに言います、早めに言いますよ。出雲駅伝作戦名、名付けましてパチパチ大作戦。パチパチ大作戦でいきたいと思います。笑ってますか皆さん、笑ってますか。その心は聞きたいでしょ。あるんですよこだわりが。まだまだですね、コロナウイルス感染収束いたしておりません。まあ、その中沿道での有観客での駅伝大会となります。しだしてなら応援は沿道で、声を張り上げての応援ではありません。パチパチお願いします。そして家に帰ったならばチャンネルは8でお願いいたします。三大駅伝の初戦、何が何でも勝っていきたいですね。久しぶりの出雲での優勝、こちらの期待選手、やはりエース近藤でしょう。近藤がどの区間に回るかまだ秘密ですけれども、どの区間を走ったとしても先頭に立つでしょう。そして最後、皆さんからパチパチ、優秀のパチパチをいただきたいと思います。以上、原監督がお届けしました。パチパチ大作戦ということで、とても奇抜な作戦名ですけれども、私たちも選手たちの力になれるよう、沿道でそして画面越しに拍手で盛り上げていきましょう。さあ、第34回出雲駅伝ですが、2022年10月10日スポーツの日の13時からフジテレビ系で放送されます。20校全6区のスピード駅伝、青山学院大学は2018年の優勝以来4年ぶりの優勝をかけて戦います。さて、今回取材してくれました青学 TV では、各選手たちに迫るインタビュー動画を続々と公開中です。青学 TV のホームページからどなたでもご覧いただけますので、ぜひご覧ください。さあ、わずかな時間でしたが、原監督の内面を感じ取ることができたと実感しております。来年はこのステージでぜひ生で原監督のお話を伺えることを願いまして、さあ、ここでちょっと一件お知らせがございますので、ぜひご覧ください。13代目市川團十郎白猿、8代目市川新之助初舞台、歌舞伎座創建のお知らせがございます。交友の市川海老蔵城の13代目市川團十郎白猿襲名、ご子息で在校生の堀越勸玄君の8代目市川新之助初舞台が発表されてから早いもので3年半が経ちました。コロナ禍による延期期間がありましたが、襲名披露興行の再開に伴いまして、歌舞伎座を貸し切る創建を青山学院関係者対象に再び企画しました。創建は2022年11月の12日土曜日の午後4時からを予定しております。お申し込み期限は9月30日の金曜日まで。同窓祭のホームページからお申し込みいただけますので、ぜひご覧ください。さあ、皆さん、それではまた来年お会いいたしましょう。